前奏曲、風ガと変奏曲作品18は、セザール・フランクが1860年から1862年にかけて作曲したオルガン曲。大オルガンのための6作品の第3曲にあたる。作曲者自身による小オルガンとピアノのための編曲が存在するほか、ハロルド・バウアー、イグナーツ・フリードマン、イエル・ク・デームス、アナトリー・ベデルニコフなどによるピアノ版などが知られる。 この曲を含む大オルガンのための六曲集はフランクが初めてその才覚を表した作品として重要視される。数年をかけて完成した喫過劇、頑固な召使いが完全な失敗に終わり、フランクは極度のスランプ状態に陥っていた。数年間にわたって折ったままとなっていた作曲の筆を再び取ったのは1858年頃になってからである。この時期に 彼の励みとなったのは、サントクロチルド聖堂のオルガンの音色であった。聖堂には、アリスティド・カバイエイコール・コルの手によってに最新鋭のパイプオルガンが設置されたばかりであり、フランクは1860年に、念願かなってこの聖堂のオルガニストに任用されていた。聖堂のオルガンの発する、 豊かな音色に創作意欲をかき立てられたフランクは、このオルガンを念頭に置いて書かれた、六曲集によって、その演熟期の幕を開けたのである。作曲家の八代昭夫は、この前奏曲、風画と変奏曲を六作品の中でも最も、完成された傑作と評している。初版は、六曲集の、幻想曲オーパス、十六や、公共的対局オーパス、 17などと同様に、パリのマイアンク・ブルール社から出版された。その後、デュラン社からも刊行されている。曲は、カミリュ・サン・サーンスへと検定された。約9分から11分曲は、前奏曲、助奏付きの風が、変奏曲からなる。フレー1、前奏曲、冒頭部分3部形式の前奏曲は、アンダンティーノ・カンタービレ、98拍子、ロ・タンチョウで開始する。 優美で物悲しい学奏は、露単調を保ったまま次の主題へと繋がるが、この主題はやがてに単調へと揺れ動いていく。その後、冒頭の主題が A 単調で回帰するが、6小節だけ扱われてそのまま弱音で終わる。3、4拍子、レントの助装が9小節だけついている。調整的には、露単調と A 単調にまたがっており、ストップを解放してそうされる。 壮麗なコラールである。フレに風画の主題アレグロマノントロッポ、3、4拍子、ロ単調により、助走で予告された主題に基づく風画が展開される。ヤシロはこの風画のシンプルな構成から、バッハ以前の時代の風画との関係性を指摘している。フレイ3、変奏曲部で再現される、前奏曲部の主題変奏曲は、アンダンティーノ、 98拍子、ロ単調に戻り、16部音符によるアルペジオから開始される。変奏曲においては、この伴奏音敬が絶えず、奏でられる中、前奏曲で扱われた、両主題と低音が同じ形で歌われるという簡素な形式を取る。調整的扱いには、前奏曲との差異が認められる。最後は弱音による、ロ蝶調に消え入るように終わる。出典 ありがとうございます。